2023年10月22日にウクライナ国防省が X 旧 Twitter に、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を取る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらずの済みになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナのドローン活用により、ロシアの戦車が危機にある件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されているスイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているよ。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビュー、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるぜ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能だな。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、まさにドローンに搭乗しているかのような映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるんだ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることですぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだろうな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンにカメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているぜ。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどはミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されたよ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるよね。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第二世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているよ。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなのであるが、
自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手砲と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるってわけ。それらの危険を避けるために、装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T-72 で採用されたってわけだな。T-72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていて、それを見ると、自動装填用のアームによって砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T-72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いからね。結局、T-72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したんだ。この T-72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱ジャックインザ BOX との別称で T-72 を揶揄していたことが伝えられているぜ。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T-72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にあるバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルトにはすべてその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や10式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらはすべて自動装填装置を採用しているよ。西側戦車が T-72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある T-72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているんだけど、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際にはバスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いんだ。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T-72 の砲塔上部の装甲が薄いため砂を上からジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて、車体下部の弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱とかすってわけだ。これらのことから、T-72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアがウクライナへの侵略を開始してから1年8ヶ月目となった2023年10月6日、
イギリス国防省が、ウクライナ軍が6月初旬から開始した反転攻勢の攻撃軸の一つであるウクライナ南部ザポリージャ州の戦線において、ロシア軍がこれまでに構築した防衛ラインに対して要塞などを追加することで強化を図っているとする分析結果を明らかにしたよ。そのイギリス国防省が明らかにした分析によると、ウクライナ軍がロボティネを8月に奪還した後、次の攻略目標としているザポリージャ州の交通の要衝トクマクだが、同国防省によるとそのトクマクに向かうルート上にロシア軍が塹壕をコンクリートで強化するなどして要塞化を進めているとしているな。またロボティネに近いオリヒウにおいてもロシア軍が地下にも掘り進められた防御陣地を構築して、それらをつなぐトンネルや塹壕なども掘られていることが確認されたというぜ。さて今回はロシア軍がザポリージャにおいて持久戦の構えを取っていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロボティネ近郊は8月末頃からウクライナ軍が攻勢を強めて奪還したとされていて、その際にロシア軍がトクマク防衛のために築いたとされる30の防衛ラインのうち、一番外側にあたる第1防衛ラインを突破し、ロボティネの西にあるベルボベ付近では第2防衛ラインも突破しようとする勢いを見せていたね。それまでロシア軍の防衛ラインは第1防衛ラインとその外側の地雷原などが頑強に作られていると見られていたが、第2および第3防衛ラインはそれに比べると脆弱なもので、ウクライナ軍の進撃速度が大幅にアップするのではないかと見られていたんだ。しかし、その予想に反してウクライナ軍の進軍の速度は上がらず、今回のロシア軍が強化を進めているとの分析が事実であるとするならば、この先雪のぬかるみを経て冬を迎えることと相まって、さらに進撃速度が低下するのではないかとの見方が出始めているな。今回ロシア軍が新たに構築した防衛線は、第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に構築されたとみられ、この先雨が降り始めて地面がぬかるむまでの間に、ウクライナ軍がそれらを突破してトクマクまで到達して奪還できるかが注目を集めているぜ。この戦線においてはこれまで、第2防衛ラインに到達するまでのわずか十数キロメートルを前進するために、ウクライナ軍は4ヶ月の時間を必要としたよ。それは、ロシア軍がこの地域を防衛するための戦力を第1防衛ラインとその外側に配置して頑強に抵抗をしてきたためであり、通常では考えられないほど高密度に地雷が敷き詰められた地雷原を、戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が通過できるようにするための処理に時間を要したためと見られているんだ。ロシア軍は死力を尽くして戦ったけど、陣地に守られて防御している割には戦力を大きく消耗し、ウクライナ軍の前進の速度を遅らせることはできているものの、止めるまでには至っていないね。また、ウクライナ軍がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された。長射程のロケット弾や榴弾砲弾に空対地ミサイルによって、砲兵陣地や後方兵站施設に補給路を攻撃されたことによって、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを多数破壊され、弾薬の補給を断たれたことによってウクライナ軍への砲撃が大きく減少しているぜ。その一方でウクライナ軍は、アメリカから供与されたクラスター弾をロシア軍の防御陣地の塹壕攻撃に使いその効果が出ているほか、バイデン大統領がウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談によって、ウクライナ軍においてロシア軍の後方兵站を狙う長距離射撃を実施している、高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程距離 300km とされる。地対地ミサイルアーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスの提供を決断したとの旨の発表があったな。ウクライナ軍はこれまで MLRS から発射する GPS 誘導の長射程ロケット弾 M31 などによってロシア軍の後方兵站を攻撃してきたが、これらの G マース射程 90km であり後方への攻撃に憂慮したロシア軍が弾薬庫などの施設をより後方に設置するなどの対策を取ったため、攻撃の効果が薄れていたんだ。それが射程 300km のエイタクムス兵器の供与により、ウクライナ軍はより後方まで場合によってはロシア本土深く攻撃することが可能となるため、
ロシア軍の兵站がさらに混乱して弾薬などが欠乏することが想定され、ウクライナ軍の進撃速度はさらに速くなる可能性が高くなると見られているみたい。今回の反転攻勢におけるザポリージャ州の攻撃軸に投入された部隊の最終的な目標はトクマクではなく、さらにその南にあってアゾフ海に近い要衝であるメリトポリの奪還であるというのは周知の事実だよね。ロボティネを奪還したウクライナ軍は、NATO 諸国から供与されたドイツ製のレオパルトにやイギリス製のチャレンジャー2などの新型戦車や、ドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装甲兵員輸送車などが配備されたウクライナ空中機動軍空挺軍の、第82独立空中強襲旅団と第46独立空中強襲旅団に加えて、ウクライナ陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団であるが、同軍団がここからどのように進撃していくかが注目されているんだ。第9軍団がメリトポリを目指すには大きく分けて3つの進撃ルートが考えられるな。まず1つはロボティネの西、ベルボベを奪還してそこを足がかりにしつつ第3防衛ラインを目指すルートで、今回増築されたと言われている第 2.5 のラインがどこに構築されたから不明ながらも、おそらくはそれを迂回しつつ第3防衛ラインに迫る最短ルートとされ、現在第9軍団がベルボベ方面に注力していることからもこのルートを取る可能性が高いと見られているぜ。二つ目のルートはロボティネからその南のノボプロコピフカを奪還して、その後方にある第2防衛ラインを破った上でさらに東に方向を変えて進撃し、トクマクを迂回してメリトポリに到達するルートであるが、この場合ロシア軍の防御陣地や部隊配置が薄い箇所を通過してメリトポリに早く到達できる可能性があるものの、トクマクを中心に展開しているロシア軍部隊やヘルソン州に展開しているロシア軍などから脇腹を突かれ補給路を断たれる恐れがあるらしい。そして3つ目のルートはロボティネからノボプロコピフカを経て、幹線道路 T408 沿いに南下し、第2防衛ラインと第3防衛ラインを正面突破してトクマクを奪還するもので、ロシア軍が防備を固めていることで注目を集めているトクマクを奪還したという宣伝効果は期待できるものの、塹壕に立てこもって待ち構えているロシア軍を排除するにはかなりの時間を費やすことと、ウクライナ軍にも多大な損害が生じる可能性を否定できず、トクマクを奪還したとしてもその先の本来の目標であるメリトポリの奪還は年内には不可能となるだろうと見られているな。このように考えるとウクライナ軍第9軍団は、ベルボベからロシア軍の防衛ラインを迂回しつつトクマクの西を迂回して、アゾフ海に出てメリトポリ奪還を目指すルートを取る可能性が高いとの見方が出ており、その北方のドネツク州の南においてウクライナ海軍歩兵4個旅団がベルジャンシクを目指して進軍していることと考え合わせると、迂回したトクマクに対してはこもっているロシア軍が動けない程度の兵力を残して退治させておき、一気にメリトポリを奪還することでロシア本土からアゾフ海沿いにドネツク州ザポリージャ州ヘルソン州を経てクリミア半島につながる、いわゆる陸の回廊を遮断してクリミア半島のロシア軍を孤立させる計画を、ウクライナ軍が2023年内に達成することが可能になるとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍の第47機械化旅団がザポリージャ州でレオパルト2が実戦で砲弾を発射し、白昼の荒々しい戦闘の様子を SNS に投稿したよ。ロシア軍の第2防衛線も突破したと言われているウクライナ軍だが、劣勢から大きく戦況を変えたハイマースの性能についても気になるところだな。さて今回はこの新型戦車レオパルト2について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドイツやオランダなどの北大西洋条約機構NATO加盟国を中心に運用されているドイツ製の新型戦車レオパルト2がウクライナ軍に供与されたよ。レオパルト2には A4、A5、A6 および A6M などがあり、本国のドイツとデンマークでは最新の 2A7 が配備されており、ウクライナへは 2A4 と 2A6 が供与されているね。レオパルト2の中で1980年代に生産された 2A4 は装備が古く、砲塔の装甲が垂直方向を向いていることが特徴で、
1990年代に生産されたレオパルト 2A 号以降は砲塔部に鎖型追加装甲が装備され、その他の改良も加えられてアップグレードしているんだ。レオパルト2の全てがラインメタル射程の 120mm ヌメ鋼砲を主装備しており、A5 までは44口径だが A6 以降は55口径 120mm 滑空砲に換装し砲身長を延長した。約 1.3 メートル長くなり砲弾の初速が向上したことで射程も上がったってわけ。A5 以降の第2世代の改良で戦闘能力は強化されたが追加された装甲により重量が増加したために機動性や航続距離が低下したほか、A6 で約 1.3 メートル長くなった砲身の扱いについて取り回しの悪さが問題になり当初は良い評価ではなかったよな。このレオパルトには砲塔に弾薬を保管する特別なコンパートメントを搭載しており、攻撃を受けると外側に向けて爆発し乗員を守る機能となっており、ロシアの戦車はというと砲塔の下に弾薬を収納しており弾薬が爆発すれば戦車も乗員も被害を受ける可能性もあるぜ。これまでにウクライナにはレオパルトに A6 を21両が供与されており、陸軍第47機械化旅団を支援し戦車中隊を送っている第33機械化旅団に配備され、その後、陸軍第47機械化旅団は南部ザポリージャ州のロボティネから未だにロシア軍の占領下にある、交通の要衝トクマクを経由してメリトポリに至る約 80km に及び転向成軸で前進を続けている軍団で任務についているんだ。その第47機械化旅団と第33機械化旅団は6月上旬にロボティネ方面の攻勢を開始した際、6月8日ロボティネの北にロシア軍が設置した塹壕や U の歯と呼ばれる対戦車障害物や地雷原を進みレオパルト 2A6 戦車、M2 歩兵戦闘車など、保有する貴重な車両20数両失うという、大きな損害を出してしまった。これを軍事専門家に叩かれ西側のメディアに大きく報道され、それらの中にはレオパルトには役に立たないとの声も聞かれるほどだったんだ。この失態により第47機械化旅団はレオパルト2や M2 の運用方針を改め、その高性能の暗視装置を活かし夜間に後方から攻撃を加える自走砲的な使用方法を取り、またはロシア軍が施した塹壕に突撃隊が遭遇すれば M2 が機関砲で制圧射撃を行うなど戦果を上げていったな。西側諸国より供与された強力な戦車を失うわけにはいかないという見方があり、レオパルトを撃破した、ウクライナは軍事的な損失をかぶっているとするロシアの主張により、西側諸国による支援を滞らせないためではないかとも言われているぜ。西側諸国からのレオパルト2やイギリスから供与されたチャレンジャー2や、また現在アメリカから届くとされている M1 エイブラムスはロシア製の戦車より長射程で、隊の後方から最前線を支援するといった戦術はまさに理にかなっているといえ実際、ウクライナ軍は南部ザポリージャ州で地雷原と塹壕で守られたロシア軍の第一防衛線を突破して第二防衛線をも越えたとされ前進を見せているみたい。ウクライナ南部に展開する第47独立機械化旅団は9月29日、西側諸国から供与されたドイツ製の最新鋭戦車レオパルト2が、歩兵戦闘車などの戦闘車両や歩兵部隊とともに実戦で砲弾を発射する様子の動画を SNS に公開したよ。これには第47機械化旅団の部隊がザポリージャ州とされる平原を南下している様子や、レオパルト 2A6 とアメリカ製の M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車とが並んで走行しているのが撮影されていたんだって。映像では遠くに砲弾が着弾して爆発する様子や姿の見えないロシア軍が近くの森林から発射していると見られる機関銃弾が飛び交い、米国製 M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車が少し後退し車体後部のスロープを下ろして、乗り込んでいた歩兵が、M16 自動小銃と対戦車ロケットで武装した6名が飛び出し、身を隠すためにロシア軍が掘った塹壕に素早く飛び込んだな。M2 ブラッドレイが少し後退したところにレオパルト2が 122mm 四方を発射し攻撃しながら前進したのは、ロシア軍による対戦車ミサイルの狙いを外し乗員を守るためだったと思われるぜ。このような機動性が優れた西側製の戦車には高速で後退できるギアが標準で装備されており機敏な動きができるんだけど、これはロシア製の戦車にはない装備だね。
レオパルト2から発射された砲弾の着弾点は映ってはいなかったが、命中を喜ぶウクライナ兵が歓喜の声を上げており、ロシア軍が放ったと思われる弾が撮影者の頭上を飛び交い昼間に行われた荒々しい戦闘が撮影されていたぜ。この戦闘で、レオパルト2がこれまでの後方から最前線の部隊を支援するといった任務から、最前線での攻撃に変更されたとも考えられるが、この強力な新型戦車が自走砲的なものとは違い戦車であったと改めて認識させられたな。そして前進するにつれ、これまでウクライナ軍の戦車を悩ませていたロシア軍がありえないほど敷き詰めた地雷原が薄くなり、安全に戦車を前線に出撃させられる状況になったってわけ。これまでウクライナ軍が戦争開始当時から悩まされてきたのがロシア軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースであり、これに対して供与された大砲兵レーダーを駆使してその所在を捉え移動する前に素早く攻撃を加えているよね。さらにアメリカから供与された長射程で精密な攻撃が可能な高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などのアメリカ製マースから発射される GPS 誘導の長射程ロケット弾や、西側諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能なやはり長射程のアメリカ製の GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどのアウトレンジ攻撃によってロシア軍の後方の弾薬庫や燃料の集積所や物資の供給網などのほか、司令部なども破壊し、ロシア軍の前線での作戦に影響を与えロシア軍による火力が大きく減退しているよ。NASA アメリカ航空宇宙局が通常は森林火災の発生場所などを把握するために活用している人工衛星で今回、戦闘で起きた火災を反映させた分析の結果、観測している地上の熱源データによると、2023年7月のウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州、ハルキウ州3つの州においては、熱源の数が、7月1日から10日までの12日間で2903件確認されていたのに対して、10日から20日までの12日間では662件、20日から30日までの12日間では657件と、1日から10日の上旬と比べていずれも2割程度にまで減少しており、ロシア・ウクライナ戦争が継続中の7月中旬以降にウクライナ東部でロシア軍による、攻撃が極端に減少したことが今回の分析データで分かったぜ。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、7月16日に公開した分析で、ウクライナがアメリカから供与された長射程の高機動ロケット砲システムハイマースで、ロシア軍の後方にある弾薬庫などを破壊した結果、7月10日頃からロシア軍の砲撃が大幅に減り、それが熱源の大きな減少にも反映されたと見られるみたい。これについて専門家などは、ウクライナ軍はロシアの多連装ロケット砲や火砲はほとんど破壊できていないのに、NASA の人工衛星の熱源データにおいて砲撃数が減っているということは、前線にいるロシア軍に弾薬が届かず、砲撃できない状況にあるか、ウクライナ軍の長射程の兵器により、ロシア軍後方の補給拠点が破壊され弾薬自体がなくなったのではないかと見ているぜ。その上で、ロシア軍はこの現状に対応するために弾薬をハイマースの射程とされている、90km より遠い場所や数箇所に分散して配置したために、輸送効率が下がり前線に届ける弾数が減り砲撃できなくなっていると指摘しているな。アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースについて、機動性が高く、陣地に入りすぐに射撃を行い、反撃を受ける前に離脱でき、GPS により正確に攻撃できるとし、劣勢だったウクライナ軍がロシア軍に大きな打撃を与え、ウクライナ側の被害も抑えることにつながりハイマースが戦況を大きく変えたゲームチェンジャーであると述べているみたい。ウクライナ軍が高密度の地雷原を突破し、劣勢に立たされているロシア軍の砲撃も減っており、今後ウクライナ軍の元へ到着する優れた戦車も登場しウクライナ軍の進撃はさらに高まる可能性があるかもしれないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。